きくなったら何になりたい？今日のお友達はおしゃべりが大好きなリトくん。大きくなったら何になりたい？恐竜博士。なんでなりたいん？恐竜好きやん。実はうちに恐竜の図鑑持ってんねん。僕だけの図鑑。今恐竜おる？絶対おらんわ。隕石ぶつかったのにまた生き返るなんてないわ。じゃあどうやって研究する？骨を切っちゃうねん。骨ってどこにある？土の中とかに。骨切ったら中に何歳かの目印が入る。リト君、大好きな恐竜の研究がいっぱいできるといいね。